皆様こんにちは。本日はですね、私の地域ももう雪が降ってまいりましてですね、もうね、地域によっては大変な豪雪になるという予測になっておりますので、お気をつけいただきたいと思いますが、まあ今年は大変な年でございましたですね。ねえ、もうテレワークだの、なんだろう、もうしっちゃかめっちゃかで、もう年末になってもね、暇だったのか忙しかったのか全然わかりませんですが、まあとにかくすごい雪が降ってまいりましたね。今年はですね、ちょっとあんまりね、できなかったですね、実際はね。まあ皆さんお忙しいですしね、あんなに選手なんかやってられるかな、みたいな時期でございましたんで、まあちょっとね、今回はベーシックなお話とかね、しようかなと思って、まあかなりね、お若い方もですね、今年はたくさん、なんか、ね、大学とかも休校になって、お暇だっていう方がね、結構たくさんいらっしゃって、若い方も、いろいろとですね、ご質問いただいてて、で、まあそういう方向けって言いますかね、ちょっと、わかりやすいね、ショップタオルの使い方とかね、はぁとかで、今更何言ってんだお前って。いやいや、いろいろとね、あるんでございますよ。まあ、こちらを見ていただくとですね、結構参考、ベテランの方もね、参考になると思いますんで。で、まあ、よくご質問いただくのがですね、曇り止めなんとかなりませんかねまあ、寒冷地の方はですね、切実な問題だと思いまして、で、なんでご質問がそんなにたくさんあるかっていうと、やっぱりですね、どうしても相対的な湿度と相対的な温度のバランスになる部分があるもんですから、確定的なことは言えないですが、今これお湯を用意しました。これ70度ぐらいだと思います。まあ結構あったかい温度で、で外の温度はですね、今1度ぐらいですね、1度で、こんな感じなんですね。これ結構まあガンガンに車冷えてるところで、このお湯でね、こうテストしてるんですけど、まあ完璧なね、アンチフォグっていうのはなかなかね難しいんですね。ただこれ今極端なやり方でやってるので、こういうふうに曇りますが、こんな暑いやつでね、なかなかこんなとこ煽ったりはいたしませんので、まあ極端にやってるんですが、でもまあこれぐらいのね、曇りぐらいで済むんですよ。で、完璧に処理しようと思うと、やっぱり室内の温度とそれから外気の温度の差が大きいと、どうしてもね限界点が出ますが、まあご参考になればと思ってね、 GT アンチフォグ、はい、で GT アンチフォグの作り方でございますが、もう命名 GT アンチフォグにいたしますが、いつものようにですね、このジョイでございますね、この最近の濃縮洗剤の界面活性効果というのはですね、非常に素晴らしくてですね、で今回の GT アンチフォグはこれぐらいでいいんですね、これぐらい、これぐらい、これはね小さじ2分の1の、まあコーヒーのスプーンぐらいですね、コーヒーのスプーンのもう5分の1ぐらいの量ですかね、これぐらいでいいんですね。で、ヒバ油をですね、ここにね、2滴、これ以上入れないでくださいね。で、この組み合わせ、一見矛盾があるんですね。その油みたいなものと、このヒバ油はですね、どんな、お互いのね、相乗効果というのはあるのかというとですね、これ見ていただくとですね、分解されないですね、ヒバ油が。だけど水に溶く上でよりですね、このまずはヒバ油が水に馴染みやすくなる、水にはあんまりね介入しないんですよ。でアルコールなんか使って溶かしたりして水とのバランス取ったりするんですが、アルコールだとね、もう早く使い切らないとダメですし、濃度をあんまりうまく調整できない人は危ないのでね、アルコールはね。なのでこういう一見ちょっと矛盾するようなね組み合わせなんですが、アルコールの代わりに
水に加用させるためにアルコールを使うということの代わりにですね、この界面活性効果の非常に高いですねジョイを題材に使うというような感じなんですね。でこれでもうこう混ぜていただくという感じでございます。もうこれで出来上がりでございます。このアンチフォーク効果というのはですね、外気温が寒ければ寒いほど、または湿度がね高ければ高いほど、まあ、条件まちまちで曇りというのが起きますので、これで 100% どの温度バンドもいけるかと言われるとちょっとそこはクエスチョンがつくところがあるんですが、だいたい今テスト私のところでできるのはマイナス2度ぐらいまでなもんですからね、まあ、そこら辺でうまくまずはかなりいい効果が出てるなと。湿気が多くてもねなかなか曇らないということになっておりますので、あとはまあこのジョイをですね倍乗せしていただいて、ヒバユも1滴から2滴をまた倍乗せ、1滴入れたら2滴、2滴だったら4滴ぐらいっていうぐらいな感じの感覚でいいんですか。もう4滴も入れたらもうちょっと油分が強くなるので、まあこれぐらいがねちょうどいいんですね。で運用はですね別に何も難しくなく、いつものようにこうやってですね霧吹きに入れていただいて、これで拭いていただくだけです。もう何も面倒くさい話はありません。でこれで終わりでございます。で冬場にやるとねやっぱり水ベースにしておりますんで、地域によってはねもう霜みたいになっちゃう時あるんですよ、内側でもね。まあ水が乾いちゃえば別にどっちことないんですよ。であとはね皆さんは今のようにテストしていただくと、で窓をねまあ普通に綺麗にして、でまあ曇らないぞという程度ぐらいしかないので超強力なアンチフォークにはなりませんが、まあこうしつこくですねこう湯気を今当ててたとしても、まあこんな感じなんですね。結露するぐらい強い、こんな状況はあまりありませんが、これでもまあこれぐらいの感じでうまく止まってくれるぞと。でこれは車両にもよるんですね。私の場合はここにフォーク用の外気取り入れ口がありますので、外気取り入れ口というか暖房でね温めてとかっていうのがありますので、そうそうもともと曇らないんですが、やっぱり寒い時にね車内が温まってる時にこうバーッとドアを開けたりなんかするとバーッと曇る時はもちろんございますんで、でその時に、まあ、なるべく早くね回復してくれる、まだ強くね張り付くような曇りを出さないようにするにはこの方法は一つ使えるぞということで、日々のねメンテをするときに窓を拭いたついでにですね、まあ軽いアンチフォークができるぞということで、地域によっては相対湿度相対温度によっては違ってくると思いますが、まあぜひですね一つお試しいただくのも手かなと思っております。で今年はですねやっぱりみぞれとかがねかなり多かったわけなんですが、まあ豪雪地帯の方はねもうみぞれどころではないぞという感じでございますが、このね砂の量これも異常ですよ。実際またどっかで火山が噴火したとか、まあ一部地域ではね警戒とかしてらっしゃる地域もあると思いますが、まあそれにしてもですね凄まじい量の砂なんですね。これ今年から来年にかけてのですねその洗車をやるときはちょっとね最初の一発目ってお気をつけになった方がいいと思いますよ。こんなに砂がねありますんでね、これ危ないですね。でこういうときはまあいつものまあ GT でちょっと私なんかはね取って安全に、どうだまあ、サクッとね砂どけていただいて拭いていただいて、まあ、ブツブツね変な跡がねあるようだったらなんか科学的なね物質の汚損とかそんな感じに見えますが、さっと GT で拭いてこんな風に異常がなければもうボディはね大丈夫だぞと、汚れだけだぞという判断をしていただければねいいと思います。すごいでしょ、これも広大な砂漠でございますんだよ。こんなんはちょっと勘弁してほしいなと。でただいまですねこう私
猛烈な砂をですねこう取ったわけですよ。簡単に GT でこれぐらいに綺麗に取れるわけですね。でこの時にねあの砂がねたくさんある時はねどっちかっていうとねこのショップタオルってねくしゃくしゃにねしておいた方がいいんです。綺麗にやられる方はねこういう砂を取る時もですね綺麗にこう手の圧力がねかかるような形で綺麗にあのタオルとかペーパーを折りたたんじゃう方がいらっしゃるんですが、それはそれであのいいんですよ。それはね使い分けるといいんですね。でこういう砂の時はねもうむしろショップタオルぐしゃぐしゃのまんまでこうやって軽くね撫でるだけで砂集めることができますんで、で簡単に綺麗になるわけですね。でこのね GTFS で最後仕上げていただくとですね得点がつくんですよ。それがね適当に拭いただけでこれだけの輝きになるんですね、あの砂が。でこの GTFS はご存知の通りあのヒバ油を添加してるわけなんですね。でヒバ油を添加するとこのシリコンの落ち着きが早いわけなんですね。これがでこれはあのシリコンの成分にですね、まあ、あのヒバ油独特のですね非ベンゼン環といってあのベンゼンではないんですけどそのベンゼンの性質に似た結晶体が含まれてるっていう面白いあの特性がある油なんですよ。なのでそれがですねシリコンの方にうまく作用して、まあ、ある意味あのピタッとひっついたような、ね、感じになるんですね。でかといって何かベトベトするヌルヌルするってこともない。この特性っていうのはですね、まあ、これからいろいろと解明されていくんでしょうが、まあ、いろんなですねあのところでもうすでに大活躍しているヒバ油でございますんで、一度ですねあの今年の冬はですねこの砂のことを考慮に入れるとヒバ油でねさっとね拭いておいた方がやっぱりあの安全にねより取れるようになるって感じなんですね。最近のね雪っていうのは汚いですね本当にね。シリコンの糊は全然問題ないですね。 FS でございますけども、これちょっと汚れ取ってみましょうか。ビってね、まあこうやって一発でねあのまあハケで拭っていただいて取れるようだったらもう何も問題ないねという感じで、まあ一つの基準にしていただければいいんですが、どうだ、別に何かとりわけ問題があるとかそんなような感じはございませんね。さっと取れればもうボディの状況は悪くないよと。こんな感じでね FS 一発であのメンテできますんでね、表側のガラスですね、ここをまあ綺麗に拭きたいんですが、あのね簡単な話ですよ。まあ先週ですね内側のガラスに関してはこの非常に拭きにくいのでこうラバヘラを使うといいですよと。でね表側をねまあ、あのこのラバヘラで拭いていただいてももちろんいいんですが、簡単に綺麗に拭きたいって時はですね実はショップタオルをですねこういう風に折るんですよ。このようにですね1枚のショップタオルがありますね。でこれを半分に折ってさらに四つ折りでこの大きさで拭いていただくと実はね窓ってすごい綺麗に拭けるんですね。でちょっと分かりやすくするためにですね白い激泡ガラスクリーナーをまんべんなくかけてみましょう。でこれでで白の方が分かりやすいですもんね。でね要はまっすぐですねこうザーッと落とすんですよ。これでシャキッとした感じなんですね。でならない場合はどうしてならないかっていうとまず汚れが残ってるからなんですよ。なのでまず最初にこれねもう一回やりますね。まず最初に適当にですねこう拭くわけですよ。汚れが取れてくれるようにですねこう拭くわけです。でこれは動きとしては動作としてはもう、 こうランダムなわけじゃないですか。こう回転させたりこうやって直線に拭いたりとかいろいろとその動作汚れに
寄っても違ってきますよね。こう汚れが強かったらこうぐーっとこうやってやりたいし、でそうすると要はバラバラになるっていうのがあるわけですよ。なので最後に統一感を持たすために真四角のショップタオルで最後こうやってですね拭いていけば確実に綺麗に落とせるというか、あの綺麗に拭けるわけなんですね。ただこれだけのことなんですね。で四角くショップタオルをしていただいた方が要は全般的にですね力がかけやすくなるんですね。手の大きさにすごく似てるんですよこれ。で先週やったヘラを使う作戦ももちろんありなわけなんですね。こういうですね内側やった時と同じでございますよ。でこうやってさーっとこうやって拭き下ろすって感じですかね。別に拭き上げても構いませんよこういうふうにね。とにかく統一感を持たせた動きを最終段階でしてあげればいいだけのことなんですよ。慣れない方ね、初めて洗車やられる方はこのハケじゃないやゴムベラねごめんなさいね、ハケいつも使ってるから間違えちゃいました。このゴムのねヘラっていうのはやっぱりすごくこう密着度が高くなるんで、これもすごく綺麗に表側拭けるんですよ実は。なのでまあ内側だけじゃなくてね表側でも応用していただくとですねとっても綺麗に拭けますんで、おすすめでございますんで、まあ年末お掃除するのにねすごく楽になりますよ。このゴムベラー1個あるとね自動車はね。でこれボディにね使えませんかとかつってもう一回ねやりますが、このショップタオルをねこう四つ折りにしていただくとこの正方形になるわけですね。で手のひらとほぼ同じになるのでまず圧がかけやすいんですよ。で四角状ですねこう直線に動いてるのが自分の視覚で分かるもんですから、綺麗にですねあのまっすぐ行ってるなっていう感じになるわけですね。でこのぐしゃぐしゃのショップタオルでやってる時っていうのは大まかにね汚れをこう落としてる時っていうのはこうぐしゃぐしゃでも構わないですよ。むしろこういうふうな制圧っていうか綺麗に圧がかからない方がいいわけなんですよ。なのでこのぐしゃぐしゃのショップタオルと綺麗に四つ折りしたショップタオル、これをね使い分けていただくといいですね。でぐしゃぐしゃのやつであんまり圧がかからないように、要はこうぐしゃぐしゃだから均一にいかないでしょ力が。なので軽くこう汚れをですね最初は落としていっていただいて、である程度綺麗になってまたは仕上げの段階に入ったら四つ折りショップタオル四つ折りにしていただいて、でこのぐしゃぐしゃのところのペーパーはまあ一旦捨てていただいて、でまっすぐですね直線的にこういうふうにですね拭いていくと、でここがあのストレートになってますでしょ。そうすると自分の目でこう運針させていく時のまっすぐ行ってるなっていうのがベテランの方はね分かるわけなんですよ。ベテランの方は何回もやってるから。でそうすると直線的にこうやって落としていった方がムラがないなっていうのが分かってくるわけなんですね。でこういうふうにやったまんまですね置いておくとそのムラが多少出ますんで、もうとにかくショップタオル四つ折りがこう洗車をですね綺麗に仕上げるという話にあのつながっていきますですね。これはあの小さなことなんですがある意味大きなことなんですね。で結局ボディも汚れが残っているとガラスと同じでやっぱり最終仕上げも綺麗にいかないわけなんですよ。だから GT とかをね使ってしっかりと汚れを取っていただくといいんですよね。なのでこうさっと落とすとですね綺麗でしょこれ仕上がり、こういうふうにさっといくわけなんですね。このヘラを使うときはやっぱり完全に汚れを落として最後ね仕上げの時に使っていただくという感じでやっていただくとね、今適当にこれ拭いただけですけど綺麗でしょ。もう一回いきますか、ここねさあこんな感じ一直で拭けるんですね、こうやってね軽くね。これは全然力入れてないですよ私。この
ここでねこのヘラ使ってゴシゴシ押すと本当砂残ってるとボディは傷つきますんで、軽くねガイドでこう使う、ガイドでさっとこんな感じで拭き取れば、ここ今乾いてないのでまだちょっと跡ありますが、こんな感じにムラなく拭けるわけなんですね。なのでベテランの方はショップタオル四つ折り作戦で直線向きをしていただいて、わかんない方は一回ねこのゴムフェラーショップタオルで巻いてですね、こういうふうにご自身で軽くね撫でてみるといいですよ。そうするとあのムラなくね自動車って拭けますからね。この組み合わせはあの窓ガラスだけじゃなくてボディもいけます。まあ、今回ねちょっとこういうねあのベーシックな話ですが、結局あの皆さんの話をですねいろいろ聞いていると、このぐしゃぐしゃにしてあの軽くこうやって拭き取った時のまんまの状態で置いているからこう綺麗にいかないですね。でベテランの方はこういう直線の動きを知ってるもんだから、あの軽くですね拭くだけで綺麗にできると、まあ、この違いがあの多分あのなぜそうなるのかっていうのが皆さんも分かってないところがあると思いますんで、こうやって四つ折りで今までずっとねあのお掃除されてた方、最終仕上げに四つ折りペーパータオル並びに雑巾を使ってた場合はですね、あそれ正解なんだよという感じなんですね。まあ、こんな感じでよろしいですかね。すぐにパッと綺麗にする方法ということでね、この四つ折りにしたショップタオルとぐしゃぐしゃのショップタオル、これは使い分けていただくというのがねいいですね。ということで、まあ時間が経つにつれ雪がですねどん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 強くなってまいりましたが、まあ元日に向けてですね非常に強い寒波がね回りますので、皆様どうぞお気をつけください。また正常なね状態、コロナなんとか来年はねバスターして軌道にいい軌道に戻したいと思いますのでね、また来年もいろいろと今ね取りためておりますんでね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。良いお年を。